お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは、世界に広がる神戸牛人気。でも大半は偽物？をお送りします。さて、一昔前、米国に、神戸肉流通推進協議会の認定を受けた9店舗目のレストラン B&B バチャールスが誕生したことが話題になっていましたが、神戸牛は海外では超高級食材。米国に輸出される神戸牛は月に400キロ程度しかなく、神戸肉流通推進協議会の認定を受けた9店舗でしか販売できません。しかし、現在、米国では高級レストランまでもが神戸牛を偽ったメニューを掲示していて、社会問題に発展しているようです。海外のネット掲示板では、偽神戸牛が出回っている実態を紹介した動画が話題になっていました。その動画の内容は以下の通りです。動画の内容。レストランで食べる神戸牛は、実は偽物がほとんど。神戸牛を売ってるのは、米国に8店しかない。全国のレストランは神戸牛人気に便乗しようとしてる。悪質店のこの17ドルの神戸牛ホットドッグは8店に入ってない。支配人はノーコメント。ラスベガスの SW ステーキハウスは正真正銘の本物。シェフは高い値段を取るなら正直にメニューに書くべきだよと言っていた。神戸牛は月に 400kg だけ米国に持ち込まれるらしい。ニューヨークのル・ベルナールディンは世界的な高級レストラン。110ドルで神戸牛を提供してる。マネージャーに証明書を見せてもらえるか聞いてみた。二度と戻らなかった。オーナーはミスがあったと釈明、メニューを和牛に書き換えた。ニューヨークの高級レストラン、オールド・ホームステッドは175ドルと350ドルで神戸牛を提供してる。もちろんこれも本物ではない。オーナーに聞いてみた。オーナーは名前で買うわけじゃないでしょ。これは手に入る中で最上級の和牛だよ。誤解させようとしてるわけじゃないと言っていた。海外の反応。ハネムーンで行ったディズニーワールドで神戸牛を食べたはずだったのに、特別メニューだったけど、あんな有名なレストランが客を騙してたとは思えないけど、めっちゃ美味しく感じたのは本物だと思い込んだせいなんだろうか。俺が働いてるすごい人気のステーキハウスで神戸牛サンドイッチを作ってるんだけど、完全な偽物だったってこと？一度も神戸牛を食べたことのない人間からすると、ステータスシンボルのように感じる。アメリカで、ずっと、本物のキューバ産のタバコがもてはやされてるみたいに。特に、大きな違いがあるわけでもないのに。神戸牛じゃないけど、日本で高級ステーキを食べたよ。噛むたびに、霜降りがあまりにも美味しくて、まるでバターが詰めてあるみたいだった。人生で一番美味しい牛肉だったよ。毎月 B&B 認定店で食ってるよ。毎回マジで信じられないような体験だよ。また、神戸牛を食べに行くのが楽しみだな。もしヒューストンに来ることがあれば、ここは絶対に行かないと。値段はどうするの？神戸に1年半住んでた、けど、結局食べることはなかったよ。貧乏学生が275ドルのステーキなんて買えるわけがない。日本の牛タンが美味しかったけどね。日本にいるなら別に神戸牛を食べなくても美味しい和牛は食べられるよ。神戸ですら日本では最高峰じゃないし、松阪と近江が一番有名じゃないな。最近は米沢、仙台、石垣が神戸牛よりも高い評価を得てきてる。5年に一度和牛オリンピックが開催されていて、最近のチャンピオンは宮城牛だった。神戸じゃなくても、ハイクオリティの和牛はたくさんあるし、
英語クラスが食べたければ、少量で安い店がいっぱいあるよ。海外のスターが来日した時、日本に来てどんなものを食べましたか？日本に来て何が美味しかったですか？とインタビューされているのをテレビで見かけたことってありませんか？その質問の答えでよくあるのが寿司。そしてもう一つが神戸ビーフ。今、何かと話題のトランプさんの前大統領オバマさんも2009年の訪日前に神戸ビーフとマグロが食べたいというリクエストがあったそうです。マグロは和のイメージがあるのでわかるのですが、牛肉の本場のような国から来る大統領がわざわざ食べてみたい牛肉ってすごいことですよね。同じ年の2009年には、米メディアが選んだ世界で最も高価な9種類の食べ物に、神戸ビーフはキャビアやフォアグラ、白トリュフとともに選出されました。また、アメリカだけではなく、2014年に初めて日本からの牛肉輸出ができるようになったヨーロッパでは、実際ロンドンにある最高級デパート、ハロッズで、解禁後、すぐに、神戸牛の取り扱いが開始されました。そんな海外セレブの間でも、評判の神戸ビーフ。実は、この美味しさを発見したのは、日本人ではなくイギリス人。しかも、1868年と約1世紀半も前になります。1868年といえば、265年間続いた江戸幕府が終わりを告げ、明治時代が始まる年になります。神戸は国際港として開港され、多くの外国人が日本に移り住んできました。実は、この頃、日本では食肉文化がまだ定着していませんでした。きっと外国から来た人たちはいつも自国では毎日食べていた牛肉がこの国では食べれないと知り、ショックを受けたに違いありません。そんな中、あるイギリス人が食肉用ではなく農業用に育てられていた田島、現在の兵庫県北部の牛をラッキーなことに譲り受けることができ、食べてみたそうです。もしかすると、食べる前は農業用の牛なのであまり期待していなかったかもしれません。ところがどうでしょう。その時、あまりのその牛肉の美味しさに驚き、その味の素晴らしさを周りに伝えたところ、口コミで広がり、いろいろな外国船から牛が欲しいと求められるようになり、神戸ビーフと呼ばれるようになったそうです。ちなみに、当時の初代兵庫県知事、後の初代内閣総理大臣の伊藤博文も、牛肉を好んで食べたと言われています。神戸に来た外国人があまりにも美味しそうに神戸牛を食べるのを見ているうちに、いても立ってもいられなくなり、どうしても食べてみたくなったのかもしれませんね。日本だけではなく海外からも愛される神戸牛。これからも、その美味しさと歴史を未来へ紡いでいってほしいですね。さて、続いては中国メディアの記事です。多くの中国人が日本旅行を楽しむようになっていますが、そんな旅行者の楽しみの一つが、日本で美食を堪能すること。中国メディアのジンリートウティアオは、本物の神戸ビーフを食べた体験を紹介する記事を掲載しました。記事では、神戸ビーフとは、田島牛のうち、厳しい品質基準を満たしたえりすぐりの牛肉のみを指すブランドで、それゆえに流通量が少なく、価格も高額で、記事の中国人筆者が、以前に日本で食べた牛肉が、450g 1200元、約1万8000円、だったと話した際に、本物の神戸ビーフはそんなに安くないと言われてしまったと紹介しています。では、本物は何が違うのでしょうか。記事は、肥育の手間が違うと指摘。基準が非常に厳しく、純潔でなければならず、ビールを飲ませたり音楽を聴かせたり、マッサージも施して、飲ませる水にもこだわりがあり、牧草には薬草を入れて育てるケースもあるというと紹介し、いかに手間をかけているかを伝えていました。では、外国人観光客が本物かそうでないかをどうやったら見分けられるのでしょうか。記事は、和牛は、たとえ神戸ビーフでなくても、非常に美味しく、
外国人には全くわからないとしていますが、2つのアドバイスを紹介しています。まずは最高等級の神戸ビーフは価格が 100g で5000円はすると紹介。さらには等級を尋ねれば証明書を見せてくれるはずだとアドバイスしています。常に騙されないように注意するというのは中国人として非常に重要なのでしょうが、記事の筆者が以前に食べた神戸ビーフが実際に偽物だったのかどうかは謎。でも筆者が今回味わったのが本物の神戸ビーフだけあって相当美味しかったようです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、神戸牛を食べた外国人の反応って見てて面白いですよね。見てる方もついつい食べたくなってしまいます。でも、偽物が出回っている現状は見過ごせません。神戸牛だけに限らず、そもそも日本食レストランも韓国人や中国人が経営してるケースが多いですし、もう少しプライドを持って仕事をしてもらいたいものですね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。